えー、自分は今葬儀会社に転職して2年くらいになりますが仕事量は多く出勤時間は早く退社時間は遅く葬儀式は緊張感がありミスも多く充実感も会社から電話がかかってきたりなので心身疲労で適応障害になってしまいました先月から休職して1ヶ月になりますが心が平和になった気持ちがありませんこのまま休職を続けるべきか転職すべきか迷っています <laughs> えっと、まだあの平穏になったのであれば治ってないので給食続けてください。<laughs> あのなんでその,あの自分のその,あの体調が治ってない状態で転職しようとするのかが全然わかんないです。<laughs> いやその 足が折れて骨折して歩けませんっていう人が、そのなんかあのじゃあ直してくださいっていうので給食っていう手続きがあるのになんかその給食で足が治ってから働こうなんですよ。治ってないのによしじゃあ俺走るわみたいなアホかって思うんですけどだなんでそのなんかちゃんと治らせな、治ってから働こうってならないのかすごい不思議なんですよね。なんかたまにいますよねこういう人。なんかその俺治んないけど優秀みたいに思い込んでるんですかね。ああのののの別にそそなんかあのその 例えばその iPS 細胞をなんかあの発見した、ねね、山中教授みたいな人であればもううつ病でも働けやっていうのあると思うんですけどその人類の貢献のために。ただの一般市民の分際で何か別にあの能力をちゃんと発揮できない状態で働くのってなそんなに自分優秀だと思ってんのっていうのはすごく不思議なんですよね。ビビーールル代代でで3000 3000ももらってますすけど3000もかんないですよビール代